さあ、今日はですね、視聴者からの質問、これに関していってみたいと思います。元四角講師が分かりやすく解説しますからね。さあ、皆さんからいただく質問の内容、これは2種類に分かれます。まずはカッコは、皆さんからいただいた質問に私が文字で返信しても分かっていただける、まあ概ねこうだと思ってるんですが、文字だけだとちょっと伝わってるのかな、伝わってないかな、大丈夫かなっていう質問もやっぱりきます。でもさ、そういう質問に対しては別の YouTube チャンネルで配信はしてるんですけども、受験生に直接関係があるものがやっぱり増えてきましたので、このやだっちとスタディでも行ってみたいと思います。でもさ、いただく質問どんなものがあるんですかっていうと、まずはあの学校、まあもちろん学校の授業で出る質問ですね。それを私のところに投げてくる方はあんまりおりません。そしていい塾予備校、もちろんこの授業で出た質問、それを私のところに投げてくる方も少ないんですね。まあ理由は当たり前っちゃ当たり前ですが、学校には先生、そして塾予備校にも先生、まあその先生いらっしゃいますので、まあ直接聞けば早いですね。一方 U のアプリで勉強してる方、そこからいただく質問はまあ多いんですよね。こちらも直接聞かないですが、質問内容から大体わかります。ああ使ってるんだな。で、実際このアプリを使ってた方にちょっと聞いてみました。質問に対する対応は一体どうなってるのかというと、質問は基本的に不可、もしくはコースによっては大学生が答えるというふうにお聞きしております。ですから、まあ生徒さんからとってみればですね、ちゃんとした講師に聞いてみたいという思いで、このやだっちとスタディに頼ってきていただけるんですね。ご質問いただいたら分かる範囲で返しております。ただしさ、こういうご時世ですから、オンラインで授業を受ける方がどんどん増えたですね。で、それに伴って質問、じゃあ誰に投げるのかといった時に受け皿になってもいいかなとは思っております。まあ一応こういう経緯がございましたので、次からの画面で一回行ってみたいと思います。で、皆さん、その皆さんご覧になっていただいて、何かご意見ございましたらまた投げていただけると嬉しいかと思います。ということで、行ってみます。皆さん、行ってみたいと思います。視聴者からのご質問内容はこれ、ザーがあるかないかで違いはどうなってるんですか。まあ、例えばアウトオブザクエスチョンとウィザードクエスチョン、皆さん確かにザがあるかないかで違いが出ますよね。で、皆さん、カッコ1番前提で、皆さんご質問いただいた方はですね、ザーと言われたら共通認識、これは知ってるんですが、じゃあそれをアウトオブザクエスチョン、もしくはウィザードクエスチョン、これにどうつながっていくのかちょっとわからないんです、そういう内容でございました。で、皆さん、カッコ2番違い、皆さん、あーといいということで、皆さんもですね、おそらくザーの有無をあまり意識せずとも、なんかとりあえず意味は分かってるという方いらっしゃるかと思います。あのアウトオブザクエスチョン、皆さん意味大丈夫ですね。問題外である、もしくは論外であるというふうに覚えてるかと思います。そしてカッコいいの without question、 間違いなくとか疑いなく、皆さんこういう感じで認識されてますよね。ただ皆さん、やっぱりザがあるかないか、さあ皆さん、そのあたり皆さんのご認識はどうでしょう。皆さん、例文見比べるとなんか気づきませんかね。わかりやすいのはこのあの方ですかね。Out of the question、 問題外である、じゃあ何がと言われたら、文頭からいきますね。 Without a passport、 パスポートがなければ Leaving a country、 国を出ること、つまり出国することが Out of the question、 問題外であると。じゃあ皆さん、この the はどこを指してますかね。何が問題外なんですかと言われたら、出国しちゃうことですよね。ですから皆さん、まあ、こっちに行ってもいいかなと思うんですが、おそらく皆さん最初に座を習った時、つまり共通認識ということを知る前に、どういう時に座を使うんですか。もちろんそれは、すでに出てきている事柄を指す時に座を使いましたよね。ですから皆さんは基地の情報を指し示す時に座を使っていると。そういうふうに認識しているかと思います。ですから皆さん、これもそうですよね。なぜクエスチョンの左側に座がついているのか。それは指している内容が左側、つまりすでに出てきているんですよね。ですから問題外であるというふうに覚えるのもいいんですが、せっかくなら主語が問題外であると、つまり指しているのは主語だ、これで皆さん納得がいきやすくなるかと思います。で、皆さん一方 E without question、 これに座がついていないのは、もうこれでわかりそうですね。 without question、 間違いなく She did her best、 彼女はベストを尽くしました。で、皆さん、こちらのクエスチョン、これよりも左側のものを指してますか。指していないですよね。というか指すものないですよね。ですから、すでに出てきている事柄が全くないので、ザーをつける必要性はないと。そういうふうに認識していただけますと、上であるクエスチョンにザがつかないというところもイメージが湧きやすくなるかと思います。ですから、ひとまずアウトオブザクエスチョンと上であるクエスチョン、この意識を持っていただけますと、イメージは湧きやすいですからね。こちらの原点に戻ってきていただけますと、理解はしやすくなるかと思います。さあ、この後次の画面に行くんですが、もしノートを写す方はどうぞ。もしくは後で戻ってくると。そういう感じでもいいですからね。ということで、次の画面に行きまーす。
それでは次の質問でございます。タイトルはアーとかアンの有無、つまりデューティーの左側にアがつく場合とオンデューティーもしくはオフデューティーのようにアがつかない場合、これの違いは一体何なのか、先生教えてということですので行ってみたいと思います。さあカッコ1番、基本皆さんアーとかアンと言われたら、まあイメージしやすいのは This is a pen、 これはペンです。この This is a pen のアーをですね、私は中学の時にこう思ってました。こういう感じで This is a pen、 これは一本のペンだと思って高校生に入るとですね、奥がないということが多くございました。ちなみにさん、正しいイメージはどうなのか、もちろんご存知の方も多いかと思いますが、 This is a pen は大前提としてこんなイメージがあるんですよね。そうです、一本だけじゃなくてそもそも複数あって、その中から一つ取り出すんですね。ですから This is a pen、 ですから基本はいくつかある中の一つ、まずはこう捉えた方が応用が効くかと思います。ですからカッコには A がある例文、 Police officers have a duty to protect the people、 まあおまわりさんは義務がございます。じゃあどんな義務ですかと言われたら、人々を守る義務ですよね。で、その義務のところにアがついてる。ということは、いくつか義務がある。つまり、人々を守る義務。もう一つは、例えば、悪い人をやっつける。もしくは、他にいろいろあると。そういうふうに、いくつか義務がある中で、その中の一つが人々を守る。そういうふうにイメージしていただきますと、デューティーにアがつく。というところも納得いただけるかと思います。ちなみにさん、カッコさんまだアがなし。オンデューティーとオフデューティー。まあ、確かにアがついていないですよね。で、そもそも皆さんご存知の意味は、オンデューティーは当番で、オフデューティーは非番で。で、これを踏まえて例文ご覧くださいね。He'll be on duty。 彼は当番です。From 9、 9時から。もちろん当番の場面はいろいろございますが、例えばビルの守衛さん、入り口のところに立ってくれてビルを守ると。こういう感じですかね。こういう感じですかね。もちろんこういうふうに守ってるということは、彼一人の問題ですよね。ですから勤務しているか勤務していないか、そこに他者との比較は起こってませんからね。ですから、あ、もしくはザーなんかもつく必要性は全くないと。そういうふうに考えていただけるとよろしいかと思います。ですから今回はあ、そして先ほどの画面はザ。この二つのイメージを持っていただけますと、英文法のみならず、英作文なんかにもつながっていきますので、参考なさっていただけますとよろしいかと思います。ということでノートを取る方はどうぞ。一旦スクリーンショットしてですね、後でノートを写していただけるのもよろしいかと思います。そのあたりはお任せします。ということで、参考なさってください。